さあというわけで今日は、はい、収録でお送りしておりますけども「はいえー、上横溝の元祖やっぱり言えない話」収録ですがボリューム78でございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ディズニさん疲れてますが大丈夫ですか放送始まる前だというのに、はい、大丈夫ですか今日はアメリカのお話も出てきますんで。 あのデさんどうぞ。<々>いやいや <laughs> <お>ご自由じゃな好きな絡んでください。お好きなことを。絡んでくださいということでございます。あの今日のおそらく生放送でも告知をさせていただいたと思いますが「えー、明日文化の日11月3日にですね、えー、スッツ自然エネルギーフェス風を感じて」というのを。 北海道子育て世代会議の YouTube チャンネルで生配信いたします、えー、昼の11時からちょうどデーブ・ロムーが始まる17時まででございますんで、えー、明日太郎ちゃんとデブさんの生放送前までよかったらあ YouTube 見ていただければなと思うわけでございますでここに私あの取材に行きますプラスちょっとあのなんかトークというか MC でも、えー、参加をさせていただくということでございますのでギャラはギャラないです なるほど、10万、すっごい、ね、いやいや、ちょっと待ってください、今、ないって言ってばっかりじゃないですか。<laughs> で、まあ、なんで、稼ぎますね、このところ。いや、何言ってるんですか、はい、なんでスッツでですね、えー、イベントがあるかと言いますと、これもう皆さん、あのー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません、10月の8日にですね、まあ、北海道スッツ町、デブさん、スッツ町ってわかりますかわかります。わかります。さすがだな、えー、スッツ町の町長、これ、えー、片岡町長という方がですね、核のゴミの最終処分場の、おー、 誘致,のですね、誘致に向けたこれ文献調査に応募するというのを表明しました各、えー、のごみのです、ね、最終処分場の誘致に向けた文献調査に応募するというのを表明したというニュースがありましたで改めてデブさんスッツー町ご存知ということでございましたが、えー、汚いちょっと北海道の地図を書いてまいりまして、はいえー、これ北海道でございますね。はい、わかかかりますすこここが札札幌幌ですね、はい、でスッツというのはあのはらちちょっとこっちの方に はいえー、やや、えー、北西に下ったところ、はい、車で二時間半ぐらいのところにある町でございます。はい、人口が現在2900人という小さな町でございます。はい、ここにですね、えー、その各々のですね、えー、ゴミの最終処分場の今誘致に向けての文献調査を。 始めようということで、今、ここで住民と町の間でいろいろまた問題が起きているということでございます。で、まずはその文献調査をするということなんですけど、文献調査って大体2年かかると言われているんですが、何をするかというと、まあ、まあ、あくまでもこの文献を調べてですね、過去に起きた地震などがあったかどうかを調べるということです。これを調べるのに大体2年間ぐらいかけて文献を調べるということなんです。で、この調べるだけで言い方がいいかどうかわかりませんが、2>, 2年間じゃなくて数字 時いや、だからもう、いや、それはもうあれですよあの、要はデータになってない書籍も含めて、全部っていうことで、古い分も含めてデータになってない。 ったらかかんないだからもう土地土地のそういう例えばクラでも北海道地震多いですからね。でしょまあまあそこでとりあえず文献調査2年間でこれ20億円交付金が街ちに出るんですよ20億円も。で町長はこの20億円を使って町を活性化させたいって言ってるんですけどこれ当然ですけど20億円だけお金が来るわけじゃなくてそれはもう調査する原発推進派の人としていいますか。億円ももららったうそこ 決ま,ね、ま決まっちゃいますよ。はい、でもう処理場を作らんがための人たちがわーってやってきて、はい、町は一挙に洗脳されていってしまうわけで、はい、まあ一応、ですね国の言い分としては、20億もらって文献調査して、嫌だったらやめりゃいいじゃんって言うんですけど、はい、まあそんな簡単にはいかないわけですよね。で、一応、ステップとしてはまだまだステップがあります。この文献調査、2年やった後に、今度は概要調査というのがあります。で、これ、約4年かけて、いわゆるボーリング調査などで、地下の岩盤とか地下水などの調査をまた4年かけてやります。みんなでボーリング大会 とかやんないでしょそういうことはもうだからもうその岩盤とかを掘,掘ってその地層がどうなってるとか岩がしっかりしてるかとか<ー>まあそこから4年かけてまたやるわけでございますさらに今度精密調査というのをこれ地下深くにですねちゃんとですね調査施設を設置して、まあ、地質とか、まあ、それから岩盤をさらに詳しく調べるのになんとこれ 14年けけるわけでございます、はい、そうすると文献調査から始まりまして、まあ、約20年かけてですね、うん、最終的な処分場の候補地を決定するということになるんですが、まあ、今回スッツはこの文献調査を受けてもいいよということを町長が立候補したということになるわけでございますははははじゃあデブさんこれあのちなみに今世界にこの最終ゴミの核のゴミの処理場っていくつあるかご存知でございます全く見当つかないですね。 全く見当つかないですか、ええ、まあ、この段階がいくつかあるわけでございますけど、うん、これ、こんな風にまとめてきてまいりました。じゃんなんとですね、世界に核のゴミ処理場があるのは、 たった一箇所でございます。こんだけ世界中が核エネルギーで動いているのか関わらず、下の核のゴミを捨てる場所ってのは世界に一か所しかないんです。これ、フィンランドの、えー、これ、えー、オルキオドというところ、まあ通称オンカロと呼ばれる施設でございます。ここしか実はないんですね。で、それ以外はまだ途中でございます。例えば見てみますと。と、えー、その核の最終施設をどういう風に作るかという検討。段階の国、例えばスペインベルギー。それからお隣の韓国なんていうのはまだこの検討段階です。で、このさっき言った。文献 調査を受けてもいいよというその候補地を募集しているのが日本、イギリス、ドイツ、まだまだそれも文献調査が日本はだから今ようやく最初の候補地が今回スッツで手が上がったということでございますね。で、えー、その次外洋調査でその、さっき言ったボーリングだなんだという調査を進めているのが今スイス、カナダ、中国です。で、その後の精密検査、えー、精密の調査あ、ここに今行きかかっているのがロシア、それからフランスでございます。で、実際に えーまあ、安全審査といいましてもう場所としては決まってほぼほぼ建設が始まりますよと言われているのがスウェーデンとアメリカ。 でございますただスウェーデンとアメリカはまだえ建設ができていないという状況でこれだけ核エネルギーとか、まあ、それから原子力の、えー、原,原子力の爆弾も含めて核のが世界にあふれているんですけど実はゴミ捨て場というのはこのフィンランドのオンカロ1個しかないということです。でアメリカなんですけども今ちょっと赤い丸をつけてまいりました、まあ、デーブさんのねふるさとであるアメリカでございますけども、えー、アメリカはですね こちらでございますユッカ・マウンテンというところに、えー、候補地が実は決まりました、これが1987年に唯一の候補地として決定しまして、えー、アメリカで90億ドル、大体いい日本円で約1兆円をかけて、ですねもうこれ、建設を始めたんですね。でところが2009年にまあオバマ政権になって、オバマ大統領がこの計画の中止を発表してしまって、まあ、アメリカというのは今、核のゴミの捨て場が結局、今どうしようみたいなところで右往左往している状況です。ちなみにデブさんアメリカって今 原発が何機動いてるかご存知でしょうか 全くかりま99基動いているわけでございまして、そういう面でゴミがばん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 出ている状況なんですが、いまあ未だにですねトイレのないマンションという状況でございまして、アメリカも最終候補地、一度ユッカ・マウンテン、これ、ネバダ州のえあそこです、なん,なんでしたっけ、ネバダの,えあのベガスから160キロぐらい離れたところで、もともと軍の核施設があるところなんですけど、ユッカ・マウンテンというのが、ここに一度決まりかけたんですが、さっき言った通り、まり、オバマ政権になって、中止になってしまったということでございます。この時 さっきの中止のねあのー、あれを見てみるとちょっと複雑でございましてさっき言った通り1987年に、えー、一度決定したんですが実は3カ所当時候補があったんですね、そのゆっかマウンテン以外に。でところが調査のが全部終わる前に、まあ、いわゆる連邦議会がですね、えー、ゆっかマウンテン1個にもう候補を絞っちゃったんですよ、勝手に。 他の調査が終わる前に、ゆっかマウンテンにしちゃおうって言って、1個に絞ってしまったんですね。で、これを受けてトラブルが多発してしまったんです。で、どういうトラブルかというと、まず最初はですね、当然もうゆっかマウンテン1個に候補がなってしまったんで、もうその結果、調査、どんな調査結果が出てこようが、もう前向きな結論を導き出さざるを得ないと、もう1個しかないんで、他に選択肢がなくなってしまったんで、もう悪い結果が出て、 もう来れない状況になっっちゃったんですね地質調査の結果がなのでこれはもう市民側からしてみたらどうせ何やったってこれデータ改ざんしてインチキな調査しかもうしてねえだろうという不信感が生まれてしまったというのもありますでこれ当然国がユッカマウンテン1個に絞ってしまったんで地元のネバダ州はこれは連邦議会と対立することになってしまってネバダ VS バ政府ということでものすごい政治論争とそれから法廷論争までいきました。でそののの結果ももすごい時間とものすごい お金とものすごいリソースを、まあ、そこにつぎ込んででで、まあ、結果すすね分断ががままままたた生まれてしまったとといいう状況があるわけでございますところがここに来てまた動きが変わってき、えー、てるのはあるんですけど実はこのトラブルの間に結構ネバダも地震活動がやばいんじゃないかというようなデータが科学上出てきたりとかあと長期的に考えると地下水の浸水の可能性が出てくるなんていうデータも出てきてしまったんでは もしかしたらやっぱり、えー、ゆっかにしなくてよかったねなんていう話もあったんですがところがですね去年今年とトランプ大統領がまたこのゆっかマウンテンの施設にですね35.4億ドルですから、えー、約100 えー、結構の金額のですね予算をつけて、えー、今、しようとしているわけでございますねだからひょっとしたらまたこのユッカマウンテンに核の最終施設が行くかもしれないということでまあえー、もなくこれアメリカの大統領選挙出るさんありますけども、うんえー、勝敗次第ではひょっとしたらまたユッカマウンテンが核の最終処理場として、えー、一挙に、えー、建設が進む可能性があるしただ当然のようにこれ地元ととも、まあ、溝は全く埋まっていない状況でむしろ長い闘争の間で さらに溝が深まっあ、いる状況ですのでまあ、またこ,こ,に遺を生むこといいうことでございます、まあ、いずれにしても、この核最終、えー、処理施設をめぐって、今を見ていくと、ですね、まあ、アメリカはこれも核の超大国が歩んできた歴史を見ると分かるのは、いかに対話が大切かと、もう最初にですね、もう有価に絞ってしまったんで、住民とのその対話というものが途中で終わってしまった、まあ、それから、えー、さっきも見た通り、途中で地震の懸念、それから地下水の浸水の可能性というのが科学的に言われてきてしまったので、 やはりこの最終処分場というのは一度候補地に上がったとかいろんなプランが進んだとしても科学的な進歩とか経験を反映できるようなプランにしとかなきゃいけないということとそれからいつ何時ですねこうやって1つの候補地がダメになる可能性があるので常に複数の選択肢を用意しとかなきゃいけないということなんですが、まあ、現在さっき最初に言った通り日本文献調査に手を挙げたのはこの北海道の寿都町というだけになってしまいますので、まあ、選択肢がないという状況と、まあ、このまま文献調査 調査が進んだらデーブさん言ってましたけど20億円もらったらもうほぼそこに決定ということになりますので、まあ、またあこれはあそこの分断が生まれていってしまうということになるのかなという非常に危惧している状況でございますまあどう考えても北海道は地震が多いところなんで,そうなんですよ特に日本列島全体が地震多いところじゃないですか多いですねだからそれを考えれば 無理でしょう日本にそういう施設を作ろうという考えはしかも、この核のゴミ処理場ていうのはいわゆる10万年とか保管しとかなきゃいけないわけですから、はいうん、その間に日本列島が本当にね、もしかしたら噴火があるかもしれないしということで。ですよね。 ねまあ、あとはだからでもとはいえじゃどこに捨てるんだというと現状はなかなか海外に捨てるのも難しいし、まあ、あとはもちろん宇宙に捨てるというような、ね、科学的な解決方法もあるわけですけど今のところはそれも技術的とコスト的になかなか時間が、えー、合わないというところで、まあ、現状はこのスッツだけが、えー、今手を挙げているという状況ですねこれどっかにゴミは捨てなきゃいけないんですけどただやっぱり寂しいのは。 えー、どうしてもこういう問題っていうのはノット・イン・マイ・バックヤードで自分の裏庭にさえなければいいということでこうやって過疎の地域のところにお金が行ってまあ,あそのお金に、まあ、目がくらんでという言い方は悪いかもしれませんけどまあそのお金で解決がしてし、ま、されてしまっていて、まあ、結局核のゴミを出してる、まあ、一番核のゴミ出してるは実は東京に住んでる人なわけですから、まあ、僕らには全くなんかその 大したです、ね、議論もせずに負担もせずにこういう話が地方の人たちにまた押し付けということになってしまうので、まあ、そこをです、ね、なんあの、まあ、明日そのスッツに行ってくるんですけど地元の人たちと対話をしてきて、えー、またなんか新しいこう突破口を発信できればいいなとそんなふうに思ってる次第でございるすなるほどもう、はい、ジョーさんのギャラ次第で <laughs> いで結局スッツに決まってしまうというそんなことはないですよ。<ー>僕はボランティアで <laughs> 行ってきます <laughs> というわけで、今日ちょっと真面目にやらせていただきましたけど、はいはい、まあよかったら最初にあのインフォメーションさせていただきました。明日11月の3日、えー、スッツー自然エネルギーフェス、風を感じて、これ11時から17時、えー、北海道子育て世代会議、えー、YouTube チャンネルで、えー、配信させていただきます。えー、佐藤泰治、それから杉蔵さん、それからあ沖田部の沖さんなどなどお、まあ、北海道にゆかりのある方や、えー、それからこのエネルギー問題に対して興味のあるアーティストが集まってライブを行いますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。というわけでえー ちょいおみそのおかんすはやっぱりいえい話78来週はスッツ行ってきたよレポート上でござします